ケネルピオの工藤康です。さて今日の言論スタジオは日米関係というものを議論したいと思っております。5月の末に伊勢志摩サミットが行われて、その後オバマ大統領が現役の大統領として初めて広島を訪問したと。その時の演説を多くの人たちは、私も聞いて感動したということがあるんですが、やっぱり日本と日米か、アメリカとの関係が非常にいい関係ではないかと、それを見て思った人もいるだろうし、またそのオバマさんがよく来てくれたなということで感動された方も多いと思うんですね。しかし一方でトランプさんがあるアメリカの大統領選を見ると、日米問題ということに関してその前途を非常に不安に思う方もいらっしゃると思うんですね。今回この日米問題という、日米関係という問題、あまりこういう形で議論することっていうのは私たちもなかったんですが、一体どうなっていくのかと、今どういう状況なのかということを今日は皆さんと話をしてみたいと思っております。ということで今日は3人の方に来ていただきました。まず私のお隣が慶応義塾大学総合政策学部教授の中山俊博さんです。中山さん、よろしくお願いします。続いて東京財団ディレクター情勢研究員の渡辺恒夫さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に防衛大学校総合安全保障研究科教授の、神谷又家さんです。神谷又家さんでいいですよね。はい、そうです。神谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は参加者と日米問題を議論するっていう話ですが、私はオバマさん の演説をも聞いたり、あとその非常に誠実だし、非常に人類においてのこの核っていう問題と広島の意味を非常に的確に語られていたということに関して非常に感銘を受けたんですが、日米関係の中でこういう大統領がですね、広島に来たことの意味っていうものをどうまず考えればいいのか、当然そこに安倍政権の外交の力っていうものあると思うんですが、皆さんはこれをどう見て、その演説の感想でもいいんですが、そこからちょっとお話をしていただきたいんですが、まず中山さんからどうでしょうか。はい、やっぱりすごく感動したっていうのが、その素朴な反応ですよね。大統領が場に来て、なおかつその被爆者とその、言葉を交わしてというのは、これまであまり現実的なものとしては考えてこなかったんで、その意味においては非常に心動かされましたし、おそらくオバマ大統領というのはこれまでのアメリカの大統領の中で日本国民と その心の絆というか、つながりというんですかね、非常にその太いものを築いたなと。でメディアでは民間の歴史家の森さんとこの抱擁し合っているところが結構たくさん報じられましたけど、私は坪井さんとその笑顔で語り合っている、前の方ですね、はい、を見て、なんとなくその型になんか多くのしかかってたものが取れたような、ある種の、それで全てが変わったわけではないですけども、なんかそういう感覚を覚えた、オバマ大統領の訪問で、その限りにおいては非常に良かったと思うんですけども、ただその冷静になって考えると、いろいろ、大統領選挙との絡みで事故も考えられたわけですよね。トランプ氏が、あれをこの選挙の争点にするであるとか、それから日本国内の反応であるとか、そういうこともあったんで、私は事前にはちょっと懐疑的なところもあったんですけども、結果としてああいう形でまとまったんで、ほっとして、よかったかなというふうに思ってます。またこれ後で話すんでしょうけど、核軍縮ということに関して言えば、オバマ大統領の訪問で何かが具体的にこれで変わるのか、新しい発言があったのかということで言うと、ちょっと冷めた見方もせざるを得ないところもありますけども、その象徴的な行為としての広島訪問ということに関しては、私は非常に心動かされましたし、良かったのかなというふうに感じました。続いて渡辺さんなんですが、渡辺さんにもちょっとお聞きしたいんですが、その日本にとってオバマさんが広島に来ることの意味という問題と、アメリカにとって現職大統領が広島に行くことの意味というのはどういう問題だったんでしょうか。そうですね、まずアメリカにとっての方をちょっと最初に話しますと、アメリカにとっては非常な政治問題含みだったんですね。つまり国内で合意が得られてないものの一つで、特にそのトルーマン大統領が原爆を日本に投下した、日本にというよりもアメリカのよその国に、つまり人類に対してでもいいかもしれないですね。それに対して肯定的な意見もある一方で、
それはいかがなものかという、まあ、リベラル側の反応があって、うん、なのでなるべくその史実は客観的に見たいというのがリベラル側の意見 で、うんうん、で1995年にスミソニアン博物館にエノラ・ゲー号というこの広島に原爆を落とした B29 を展示した際に、しようとした際に、あのリベラルというか客観的に見ましょうというところが、その被爆者 の、 その写真とか、うん、その被害も展示しようとしたところ、うんうん、あの退役軍人の団体とか保守派から、うん、そういうものは展示するべきではないと、うん、あのなぜならばそれはすごくそのまあちょっと妥協的というか、うん、アメリカはやはり広島原爆によってアメリカ人 の、うん、あの兵士の命を救ったし、あと日本 の、うん、あの人たちが不要に殺されることも不正だって、こういうポジション取ってますから、今ももちろん取ってますけど、うん、それを否定するようなことはすべきではないということで、実は大荒れにやれてアメリカ中であの大問題になったんですね、うん、それを考えると、うん、あのアメリカではなかなか決まらない話だった。これ実は日本に置き換えればやはり従軍慰安婦の話とか、うん、あるいは南京の虐殺の話とかも日本でも割れますよね、リベラル派と保守派で、うん、そういう意見に近い話だった。だからよく来たなと、うん、よく来たですね、どうしてよく来たんですか、ね、蓋を開けてみるとあのそこまでつまり、だいぶ年も経って、相当にアメリカ社会がリベラルになってきてるのと、あと生き残りの方もいなくなってきて、まあ、だいぶあの穏やかになってきたっていうことなんでしょうけど、これやってみるまで分かんなかったんですけど、うん、まずケリー国務長官を送ってアメリカ の、 あのオバマ政権はその様子を見てたんだと思うんですよね、うん、でそれで今度日本にとってなんですけども、やっぱり日本は引っかかりが一つあるわけですよ。それはあの日米同盟の支持というのは非常に今高くて、多分 84% ぐらいが日米同盟に、アメリカの同盟で日本を守ろうと思ってる支持が高いんですが、やっぱりその歴史認識とかでいろいろ日本が叩かれたりすると、そういえばと、あの広島に関してはやはり日本はそんなにどちらかというと被害者の意識の方が強いですよね、うん、でアメリカっていうのはそういえばあんまり謝るとかそういう態度は見せてないなという、こう引っかかりみたいなもんですね、うん、だからそれがやはり今回かなり、日本は別に謝ってほしいなんて多分思ってる人は少ないと思うんですよ、うん、むしろ来てほしいと思ってるんですよ、うん、でその被害の状況をアメリカに見てほしい、しかもアメリカ人で核のボタンを持ってる人に見てほしいと思ってると思うんですよね。そういう意味で非常に日本にとっては意味がすごくあったんだろうと思います、うんうん、神谷さんもどうですか、同じ質問になると思うんですが、やっぱり岸田外交、そして今度の G7 の議長国である日本がその広島にこうアメリカの大統領を入れたというのは、これも大変な話だと思うんですね、はい、よく努力したなと思うんですが、はい、このやっぱりオバマ大統領を日本に呼ぶことの意味って何だ。それでオバマさんはやっぱり感動したって、来てよかったってその後言ってましたよね、はい、でここあたりを見てどうですか、その意味っていうものをもう一回ちょっと教えてほしいんですが、ですね、今渡辺さんがおっしゃったことで、まあ、半分以上住んでるわけですけれども、うん、やっぱりその広島に関してはですね、何かあのアメリカのやったことにおかしいところがあるだろうと、うん、あの戦争っていうことに関して言えばですね、大半の日本人はあの戦争がその日本何も悪いことしてなかったとかね、そういうふうには思ってないわけで、いろいろ程度の差とか内容の差はありますけれども、日本にですねその良くない行為があったと思ってるわけですけれども、しかしそれを言うならばですね、やっぱり広島とか長崎とかについてもその正当化だけアメリカ人はしているんではなくてですね、そのもたらした結果なんかについてきちっと向き合ってほしいという意識があった。それは謝るということではなかったわけです、今渡辺さんも触れられたように。でもし日本人が謝れというようなことを言ってたら、オバマは来なかったでしょうし、しかもそういうことを言うとですね、他のいろんな問題にそれが飛び火していて大変良くないことが起こってたんでしょうけども、大変良いことに日本では政治家もあるいはその一般の市民も、そして被爆者という方々もですね、アメリカに謝罪を求めるっていうことをほとんどしなかった。そうじゃなくて、そのともかくその何が一体原爆というものの現実なのかを見てほしいと、
それを訴え続けたということが良かったし、またそれでもですね、これまでアメリカの大統領とか国務長官とかいう人はその広島に来ようとしなかったのを来させることができたのは、それは安倍外交、岸田外交の成果でもあるし、その広島云々以前にですね、やっぱり日米関係をいろいろありましたが、この3年余りの間に随分高めてきたということがですね、あの信頼感につながったのではないかと思います。その意味で非常にあの成功だったと思います。あのもう一つ言うとですね、アメリカ人の間にはですね、やっぱり原爆というものについては非常に複雑な感情があったと思うんですね。在郷軍人会というんですか、そのベテラン、あの元軍人の人たちはですね、もちろん自分たちがやったことが間違っていたと言いたくはないわけで、その原爆投下の意義を強調するわけですけれども、しかしそれだけではこれまでもなかった。私例えばですね、そのニューメキシコに原爆博物館というのがありまして、それを何年か前に見に行ったときにですね、CBS の当時ですからラジオですね、記者がそのあのエノラ・ゲイその他がですね、帰ってきたテニアン島から報道したその原稿っていうのを見たことがあるんですけど、それを見るとですね、やったぞ日本をやっつけたっていうような、あの勝ち誇ったトーンがないんですよ。そうじゃなくてですね、今ここにあるのは何かそのとんでもないことが始まってしまったと、我々はとんでもない時代に入ってしまった、そういう雰囲気だという意味のことをですね、あの投下直後にですね、アメリカのメディアは、大メディアは報道していたし、それが今も そういう博物館に展示されているし、そういう感覚っていうのはずっとあってですね、ただそれをその大統領の広島訪問につなげるっていうにはやっぱりいろんなハードルがあった。それをまあよくぞアメリカもですが、日本の側も乗り越えさせたというふうに、これはもう率直に評価したいと思います。あの中山さんにさらにもう少し聞かなきゃいけないんですが、そのやっぱりオバマさんというのは核の、まあ、核がない世界というか、核軍縮なりそういうことに関してかなりあの、まあ、非常にその就任直後からですね取り組んで、しかしなかなかそれがうまくいかない。しかしそのまあ任期の最後のあたりで、やっぱりそのまさに一番、まあ本命じゃないんですけど、一番そのまさに原爆を投下してそこのところに来るっていうことは、単純な思いではなくてかなり非常に深い思いだと思うんですね。それは何なんですかね、何を来ることによってオバマさんはあの 何をしたかったんでしょう。オバマ大統領 の核なき世界を訴えたプラハ演説、あれは2009年の4月ですけども、本当にまだ政権が発足してすぐ後ですよね。で、まあ、あの頃はオバマ大統領自身もその自分の言葉で世界を変えられると、つまり言葉でアメリカをある種変えたわけですから、その延長線上に自分のその言葉が今その世界で非常に響くっていう自信のもとに、ああいう演説をやったんだと思うんですよね。それからまあ単に思いつきじゃなくて、学生の頃からあのまあ、彼はあの国際関係論コロンビアで勉強してましたけども、その頃からその学生ジャーナリストとしてあの核軍縮についての記事を書いたり、それから上院議員時代もですね、あのこれはまああの核廃絶というよりかは核物質の管理、それからルースニュークス、あの流出核の管理等に非常に大きな関心を示して、あのその意味ではあの急に思いつきでやったわけではなくて、まあ そこに至る系譜みたいなのがあったわけですけども、まあいざ大統領になってああいう形で演説をやって、ノーベル平和賞までもらってしまったということで、まあオバマ大統領からしてみると、やっぱり自分のメッセージをある種このまあ完結、象徴的な意味で完結させるためには、あの大統領の任期中に行かなければいけないとこというふうに多分自分の中で位置づけてただろう場所だと思うんですよね。であの4月上旬ぐらいにアメリカに行った時にいろんな人と話して、でもうその我々が伝えられることは全てもう上に上げてると、であとはもう大統領とその周辺の決定に委ねられているという状況だったんですけども、やっぱり大統領本人が相当強くこだわって、であのスピーチの原稿も公開されて、大統領自身があの手を入れてましたけども、まあ、あのこれは別に広島の演説だけじゃなくて、オバマ大統領は多分その言葉の人なんで、あの重要な演説は多分全部自分で手を入れてるということだと思うんですけども、あの、まあ、そもそも初めは書簡ということで数分なのかなという期待だったわけですね我々。ところがその蓋を開けてみますと17分強ということで、まあ、もうその立派な世界観に基づいた演説ということで、やっぱりオバマ大統領個人にとっても
極めて重要な問題として位置づけられていたのかなと、うん、ですからおそらく、まあ、ちょっと早いですけどもオバマ大統領まだ若いですし、うん、大統領を辞めた後いろいろそのやることがまだあると思うんですけども、うんうん、まあ、主としてあの内政、そのに取り組むのかなと思いつつやっぱりこの核軍縮っていうのもあの一つ大統領を辞めた後のですね、うん、あの重要アジェンダとして、うん、位置づけているのかなっていうような予感はしますね、うんうん、はい、あのちょっと時間前なんですが渡辺さんとあの神谷さん聞きたいのは今度はじゃあ日本政府とか岸田外務大臣や安倍総理は今回 あのオバマさんの広島に来ることにこだわった理由っていうのは何になるわけでしょうか。あの、まあ一つは、うん、まあ、これは岸田さんと安倍さんで違う部分と同じ部分があると思うんですけども、うんうん、やはり2人の思いとしては日米関係同盟を強めるということの象徴としては非常に、うん、あの重要だとは思ってたと思うんですが、うん、逆もあったわけですね。最初の話に中山さんの話あったように、うん、あのなんかあのそれによってあの政治的な飛び火があって、うん、例えばトランプが叩き出したりとか、うん、あるいは日本の国内でもあの批判が来たりすると、うん、かえって同盟が緩むような火種にもなるので、うん、そこは見極めたとは思うんですが、最後オバマ大統領が決断をした以降はおそらくこれはもうその方向でやってうまくやろうと、うまくやれば日米関係は非常に強まるんだと、うん、そういう信念で動いたんじゃないかなというふうに思っております、うん、やっぱり日米問題の強化ですね。あの神谷さんどうですか、まあ、ちょっと時間前なんですけど、安倍さんっていうのはやっぱりその、ね、あの戦後のいろいろなもやもやした問題にともかく一旦ある程度の型をつけたいということをいろんな面で強く思っている人だと思うんですが、うん、この問題についてもですねやっぱりそういう意識はきっとあったんだろうと思うんですね、うん、つまりあの日米は本当にその憎み合って殺し合いをした間柄から71年の間にここまでですね近い同盟国友好国になったわけですけれども、やっぱり引っかかりがいくつかあるうちの一つの砦を抜いたということだと思います。でそれはですねあの基本的に成功してですね日本でももう圧倒的多数のほとんど 100% に近い人が今回の訪問演説を良かったと言ってますし、アメリカ私たまたまその時ニューヨークにいたんですけれども、その時のニューヨークタイムズはですねこういうふうにその大きく一面でですねやっぱりその模様を伝えて、日本では一部になんかその淡々と報道されたと、外国ではそういうふうにありましたけれども、決してそのなんていうか抑えた報道ではなくて、やっぱり大きな歴史的な出来事として報道されたトゲは抜けたんだと思います。ただ重要なことはですね、これちょっとあのご質問からずれるといえばずれるんですが、中山さんがちょっと触れられたように、あのこれで核軍縮があるいは核廃絶がぐっと前進するっていうふうに考え、日本人が考えちゃうとすると大変な問題で、つまり核軍縮とか核廃絶というのは相手があってのことなので、オバマ大統領がいくら言葉の力で訴えかけて世界中の多くの人を感動させてもですね、他の核保有国がどうするかによってしか実は結果が決まらない。これ合将棋とかと同じで、戦略的状況って多分言うんですけれども、要するに自分の手だけ考えてもダメで、自分がこう言ったら相手がこう来る、それに自分がこう来るっていう、こういうなんていうかやり取りがあって初めて結果が出るものですので、核軍縮とか核廃絶となりますとね、直前に実験を行って、 あるいは党大会でその自分が核を持ってるぞっていうことをその高らかに歌った北朝鮮もそうですし、その他の一部核保有国は依然核兵器を重視しておりますので、なかなか難しいものがあるんじゃないでしょうか、うん、はい、わかりました。ちょっと今回あのオバマさん その広島訪問ベースにしてここまで突っ込んで分析していただいて本当にありがとうございました。次ちょっと休憩挟んでですね、今度はトランプ現象、つまりアメリカの大統領選という問題から日米問題を考えてみたいと思います。私は今の日本の民主主義はですね、民主主義の試練の最中にあるというふうに思ってるんです。どういうことかと言いますとですね、かつて日本が高度成長期にはパイの配分をめぐってですね、かなり民主主義が機能しました。しかし日本が平和な成熟国家に到達した時点でですね、国民が大きな問題に関心をあまり持てなくなって、自分の利害に関心を強く持つようになった。でこれにですね、政治が敏感に反応して、まあ、いわゆるポピュリズムのような
現象が起こっていると、こういうことになると民主主義はある意味民主主義であるがゆえに自ら機能のレベルを下げていってしまうということになるわけなんです。そこで必要なのはですね、私はオピニオンリーダーの存在だと思うんですね。国民、政治家、政党それぞれしっかりしてほしいと思いますけれども、まず言論界なりメディア界がしっかりしたオピニオンをですね、信頼できる形で発信すると、国民がそれを聞いてですね、判断の材料にしてもらうと、そういう役割が今の日本に少し少ないんじゃないかというふうに思います。ですから言論 NPO としてはですね、このオピニオンリーダーの役割、しかも公平公正信頼できるオピニオンリーダーとしてですね、活躍されるということが必要なのではないかというふうに思っております。はい、では次のセッションはアメリカの大統領選について皆さんの意見をお聞きしたいんですが、トランプという人が出て、その人 その性格とかいろんなだけではなくて、私が関心があるのは彼を支持する人たちが存在しているということであって、その支持する人たちの意識っていうものがアメリカの一つの傾向を示しているのであれば、誰が大統領になろうがその一つの大きな変化っていうものは何らかの形で出てくるだろうと。つまりアメリカが世界のいろんな、そのいろんな警察官ではないと言ったんですけど、世界のいろんな秩序形成を大きく指導的に担ってた役割から、もう世界のことにあまり関与しなくていいんじゃないかと、もっと自分のことをやるべきだと。これ何て言うんですか、アメリカンファーストって言うんですか、アメリカファースト、でそういう考え方を持ってて、これが実は私が同じ時期に広島にオバマさんが行った時ちょうどいたんですけど、ブルーストークさんと世論調査を見てたら、やっぱり世界のことにあまり介入すべきじゃないと、もっと自分のことをやろうというのが本当に増えてるんですね。もう 60% ぐらいありました。でだからそういう問題っていう問題はどこにあるのか、でそれが今回の構造の背景なのか、それとも違うのか、そして今度トランプという人が本当に当選した場合に何が起こってくるのか、日本は日米関係を考えるときに大きな何かの別な考え方をしなきゃいけないのか、そこあたりがこれからの18分の議論になると思います。まずは中山さんから、アメリカにずっといた中山さんが今この現象をどう見ていますか。トランプがそのアメリカファーストっていうそのスローガンというかラベルを使ってるっていう今の話紹介ありましたけど、これはもともとチャールズ・リンドバーグっていうのは飛行家ですよね。で彼は言ってみればナチシンパだったわけですよ。ですからそのナチシンパが掲げた言葉を自分が掲げてるっていうことを多分トランプはよく分かんないままやってて、でそれが彼 その国際情勢とか国際社会に対する関心のなさを多分象徴してるんだろうと思うんですよね。ただ今おっしゃられたようにトランプその人もちろんそうですけども、それを超えてやっぱりトランプを生み出している現象なり、トランプ主義が何なのかっていう、でしかもこれが短期的なものじゃなくて持続的なものなのかどうか、でそれがどういうふうにアメリカの対外行動に影響していくかということをやっぱりきちんと見極めなきゃいけないと思うんですよね。で、いろんなそのファクターがあると思うんですけども、やっぱりそのトランプを支持している人たちを見ると、やっぱり今のアメリカ社会からこの取り残されて言いますか、取り残されているというか、私は居場所のない人たちという言い方をしているんですけども、これまでアメリカの製造業とかを支えていた中西部に住む、比較的白人男性みたいなものが多分トランプ支持者 このイメージのコアにあるんだろうと思うんですね。でグローバリゼーションの中で生き残っていくそのスキルも身につけていないと。でちょっと意地悪な言い方するともしかすると神谷先生の方からもっと後で詳しい説明があるかもしれないですけども、プロレスを見てピックアップトラックに乗り、コーヒーは1種類しかなくてスタバに行って何を頼んでいいかわからないような人たち、週末はハンティングに行き教会には週2回行くっていう、でも当然のことならその教養も必ずしも学歴も必ずしも高くないっていう、でこういう人たちっていうのは今アメリカ社会でどん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 居場所がなくなっていく、変化していく、アメリカについていけない、でも自分たちがこれまでアメリカを支えてきたんだって、そういう自負と
この追い詰められてっていう、うん、その矛盾の狭間、うん、でその不満の対象としてはどんどんこの入ってくるヒスパニック、うん、なんかよくわからないけども、うん、変なことをやるかもしれないイスラム教徒に対する違和感、敵意があるんですけども、うん、それは当然のことながら公の場面で言っちゃいけないことだっていうことぐらいはわかるわけですよね、うんうん、でもトランプは、まあ、彼らにいやそういう不満表明していいんだよと、うん、ああいう奴らがいるからアメリカがおかしくなったんだよっていう、うん、ある種そういう居場所のない人たちに居場所を与えているのが、うん、あのトランプ現象であり、うん、まあ、トランプっていう人なんだろうと思うんですね、うん、ただ、うん、それだけだとトランプがここまで来るわけはなくて、うん、意外で今私が描写したような人たちっていうのは、うん、この例えばニューヨークとかワシントンとかに行って、うん、我々が会う人たちではないわけですね、あんまり我々が知らないアメリカなわけですけども、実は我々が知ってるアメリカの中にも、うん、違和感を感じている人がある程度はいるっていう、うん、公には表明しないですけど、うん、ですからその隠れトランプ支持者みたいな人もいて、うん、そのもう明らかにこの不満を持った層とこの隠れトランプ支持者みたいな人たちが合わさって、うん、まあ、今のトランプ現象っていうのを生み出してるんじゃないのかなっていう感じがしますね。あのアメリカ行った時は ある人がトランプってエンターテインメントで大衆の人が歌ってほしい歌を歌ってるだけだと言い方をして、つまりそういう歌ってほしい人、いろんなことを言いたい人がいてそれ乗ってるだけだ。ただトランプはじゃあ何かを実現したいということはないんですか？イデオロギー的には完全な真空状態だと思いますね。 あるそのアメリカ の, その政治評論家は彼のことをポストポリシーポリティシャンって言ったんですよ、うん、もう政策なんか話しても意味がないっていう。で確かに彼はまあ共和党で、うん、おそらくそのなんていうの、これまでだったらその保守主義のメッセージにしびれるようなやば人たちをの支持を取り付けているわけですけども、彼はまあある種保守とは全く対極の存在ですよね。ですからイデオロギー的には真空状態ですけども、人々の不満を鋭敏に察知してまあそこを刺激する能力っていうのは非常に長けてるなって感じですね。渡辺さんどうですか、今の話聞いて。アメリカのそのオバマ、すみません、トランプ支持者というののいくつかの中で、やっぱり共和党に幻滅してる人が大きいんですよ、うん、日本にいると気があんま見えないんですけど、うん、いかに共和党が今まで不甲斐なかったか、あるいは有権者を騙してきたか、うん、不甲斐なかったかっていうのは何かというと、それはまとまらないわけですよ。実は今回も本当に共和党の執行部に力があれば、うん、オバマじゃない、すみません、トランプが嫌だったらば、うん、絶対対抗馬をうまくまとめればそれで済んだんですよ、うん、数からいけば。ところがその力もなかった、やるやつもいなかった、うん、それからその共和党が騙してきたっていうのは何かっていうと、共和党ってすごくイデオロギーが強くて、小さな政府のイデオロギーが強いですよね、うん、とね、何かというと、まあ、基本的には一番力の強い経営者層、ここを反映してると思うんですけども、自由貿易、これを賛同する、ほら自由貿易していけば強いところは儲かるんで、アメリカは儲かるんですよ全体としては。ただし自由貿易を進めると労働者は非常に辛い立場になるんです。でその労働者の立場に立っているのは共和党ではなくて民主党なんですね。とアメリカの労働者層で、共和党を支持している白人層は本当だったら民主党を支持しなくちゃならない。ところが民主党は支持したくないんです。その今のトランプを支持している人にとっては、民主党っていうのはなんか白人層よりもヒスパニック層とか黒人層を優遇していて、しかも政府の金を無駄に使っていると、それだったら小さな政府にしてそういう福祉もある程度切り捨てて、それで税金も減らすと、その方がいい、まあ、理屈としてはそうなんですね。ところがそれを進めてきた結果、今トランプを支持している層、特に中低所得者層がハッピーになったかというと、先行きますます不安になっている。でそれらのことを共和党は実は手を差し伸べてこなかったんですよ今まで。私は客観的にずっと選挙を見ていて、この人たちなんでずっとこのまま騙されたままでいるのだろうと思っていたらば、こんなところで一気に反乱が来たと、これが私の見ている印象です、ね。神谷さんどうですか。ですね、私はね、これアメリカっていうのはですね、形式的には階級のない社会なんですね、うん、ところが実質的には大変な階級社会でして、うん、ものすごい大金持ちからですね、うん、貧乏人まで単にその金のことだけじゃなくて、文化、うん、
教育、いろんなことが階層的に分かれているというところを理解することが重要だと思うんですね。日本でも格差ということは言われてますけど、アメリカの格差に比べたら日本の格差がいくら大きくなってきたって言っても、それはもう全然大したことないわけですよ。ビル・ゲイツとか見てればですね、アメリカの大金持ちの恐ろしさは分かるわけですが、さあ何が言いたいかというとですね、その低い方のですね、人たちね、階級、実質的な階級が、この人たちが今まではそれでもそのアメリカは頑張ればですね、のし上がっていけるっていうチャンスがあるということをみんな信じてやってたわけですけれども、しかし最近例えば大学の学費がむちゃくちゃ高くなりましてね、一流大学でごく優秀な一部の学生、奨学金もらえる学生別にすると年6万ドルとか金がかかると、そうするともう鼻から一流大学への進学ができないと、いくら優秀でも。そういう人が結構出てる。俺たちは、私たちはもうこのまま上に上がれない、あいつらはあんな豊かな生活をしているのにっていうな類の不満があるというのが一つです。それはサンダースの憎い人じゃなくて、いやでもですね、やっぱりサンダースとなるとまたああいうなんていうか、なんていうかな、綺麗事は嫌いだっていうアメリカ人が相当に多いで、今私サンダースの話はですね、多分代表がおっしゃった、私が申し上げようと思っている次のポイントと関係あるんですね、うんうん、アメリカはですね、日本人が思っている以上に田舎の比重が大きいわけですよ、うん、これ中山さんや渡辺さんもよくご存知のことですけども、うん、我々はやっぱりそのニューヨークを、ワシントンを、あるいはカリフォルニアを見るわけですけれども、アメリカ人の多くはですね、そういうその先進的な地域でない田舎に住んでるわけですよね。で、この田舎に住んでるとですね、外国はおろか、ワシントンやニューヨークにだって行ったことないっていう人がいっぱいいてですね、そういうところの新聞ってどうなのか、これ私昔地方に講演に行った時にですね、うん、あることで話したんですけれども、日本では田舎といってもですね、国際情勢に関心があって、東京から来た私のようなわけわかんないプロフェッサーの言うことを聞きにですね、地元の財界とか政界の人が集まってきて講演会が成立すると、アメリカで田舎の大都市に行ったらですね、新聞の一面はその地方のことしか書いてない、で新聞をなんかいっぱい食っていくと国際ニュースっていうのがやっとあるっていうような類ですから、外国のことなんてそもそも関心ないし、そこへ持ってきてですね、その外国人のせいで俺たちがこんな虐げられてるんだっていうことを面白おかしく語る人がいるとですね、やっぱりそれにグッと乗っかってくると。で、中山さんがさっきプロレスっておっしゃって神谷先生がと言ったので、ちょっと一言フォローしておくと、日本のプロレスっていうのはですね、これは階級を超えてといいますか、そのいろんな人が楽しんでるんですけど、アメリカ階級社会で実は娯楽にも階級がありまして、プロレスっていうのはですね、これ言い方非常に悪いんですけど、教養があんまりないような主に白人のブルーカラーがファン層なんですね。で、そういう人たちがですね、いろんな鬱憤晴らしをする場としてあって、例えば税務署が自分たちを苦しめているっていうとですね、頭文字なんですけど、税務署っていう名前のプロレスラーが出てきてですねそいつをやっつけるとかですね、あるいは湾岸戦争の時、私留学してて呆然としたのは、イラク人に雇われたアメリカ人の元軍人ってやつが出てきてですね、なんとか軍曹って言うんですけど、こいつが大悪役になってブーって言い合う。そのイメージの延長で考えると、メキシコとの国境に壁を作れ、イスラム教徒は悪者だ、日本や韓国なんて金持ちなのになんでアメリカが守ってやる必要があるんだっていうメッセージが、そういう人たちによく言ったっていう感じで受け入れられるっていうのはなんとなくわかるし、実際そのオバマじゃない、失礼、私も間違えちゃった、トランプ演説会の聴衆の雰囲気とですね、そのアメリカのプロレス会場の雰囲気ってなんか似てるんですよね、うん、はい、だから今みたいなその、まあ、今の構造非常に分かりやすいというか興味を持ったんですが、つまりそういうふうな、そのいろんなそのアメリカの構造的な大きな一つの状況なり現象、またその大きな変化というものが今の状況を作っているとすれば、それが今度は対外的という問題にどう跳ね返っていくのかと。特にアメリカは経済的に言えばある程度リーマンショック後の出口を目指している動きだし、軍事的にはスーパーパワーを持っている。だから昔のアメリカンファーストとは違いますよね。つまりもう最強の軍事兵器を持っている。で、そこが今度はやっぱりそんなお金も出さないんだったら撤退するよとかいろんな話があると。こういう変化がやっぱり今後アメリカのその対外行動に関してやっぱり大きな
変化を始める一つのきっかけなんじゃないかという気もするんですが、あの中山さんあたりはどう見てますか。あのこれまでそのアメリカの、うん、まあ、あの第二次世界大戦を、うん、アメリカの基本的なその方針を形作ってきた、うん、まあ、いわば外交エスタブリッシュメントといってもいいのかもしれないですけども、うん、その人たちはまさにアメリカが中心になって国際秩序を支え、うん、規範を下支えしということをやってきたわけですよね。で経済としては基本的には自由貿易体制をと、ただ、まあ、それをずっとやってきた結果、今アメリカは他の国に、まあ、追い上げられ、自分たちの生活は良くならず、うん、いろんなところでそのただ乗りされて、うん、その割を食ってると、損をしているというふうに、まあ、まさに感じている人たちが相当数いて、うん、もう騙されないぞという感覚が相当強く持たれているんだろうと思うんですよね。でこれはそのトランプの側だけじゃなくて、うん、あの民主党の側にもあって、うん、でまあ、先ほど工藤代表がそのサンダース指摘されましたけども、うん、サンダースも、うん、あのまあ、トランプとまた全然違うその、うん、なんていうんですかね、この発想ではありますけども、うん、やはりこのアメリカがその外に出ていって、うん、国際秩序を下支え を、うん、その一方的に引き受けるべきではないと、うん、ようなその民主党の中にある機運みたいなものを代表していると思うんですよね、うん、ですからこのトランプ的なるものっていうのは実はサンダースの中にもあって、うんうん、そういう意味ではこのアメリカの対外関与の基盤みたいなものが若干その怪しくなっているということはそれは明らかに言えるんだろうと思います。ただまあこれまでいろんな世論調査をやってアメリカはその例えばその国内情勢と国際情勢どっちを優先すべきかというとこれはもう圧倒的に国内情勢の方を優先すべきだというふうには答えるわけですよね。ところがそのリーダーたちはそういうその国民感情があるにもかかわらず、うん、まあ、そのアメリカの国益それからまあその国際社会の安定とか繁栄ということを念頭にアメリカのグローバルな関与っていうのをまあ主張してきたわけですけども、その主張が非常にやっぱり今しにくくなってるっていうことはその明らかに言えて、でそれはやっぱりその例えば東アジアなんか見ましてもアメリカっていうのはいわば20世紀入ってからずっと、もちろん地理的にはアメリカはこの東アジアの一部ではないですけども、うん、機能的にはそれはアメリカっていうのは経済、うん、外交安全保障の面でもう東アジアの一部なんで、うん、そのやっぱりアメリカが場合によっては引くっていうことになりますと、うん、全面撤退ってことはないと思うんですけども、あのその関与の度合いがその低下していくようなことがあると、うん、まあ、あの日本にとっても非常に大きな問題で、うん、まあ、日本の将来を考えていくときにやっぱりそこをしっかり抑えて見ていかなきゃいけない要素、うん、まだ過剰反応すべき時間ではないと思うんですけどね、はい、ただそういうその可能性っていうのを、うん、あのまあ、どうそれをビヨンザアライアンスという言い方をするのかどうかちょっとまた別にしてですね少なくともいろんなそのオプションを考えておかなきゃいけないということをトランプ現象は我々に突きつけたのかなという感じがしますね、はい、あの日米関係はまた次のセッションでちゃんとやりますけど、まあ、時間前なんですけどあの渡辺さんと岡宮さんも聞くんですけどアメリカがやっぱり世界的なその今おっしゃったような秩序形成という問題からまあ、だんだん大きくあのそれをしにくい国内世論環境があって実際的にあのオバマさんの時も世界の警察官も無理だという話になり、まあ、いろんな中東含めてそのやっぱり力の空白が出てきている状況の中で大きな不安定化ができているのも事実なんだけどそれがさらにですねあのやはり世界的な関与に関してはやっぱり消極的になるという形でアメリカの孤立化まではいかないんですけどある程度その世界の関与から大きく変わっていく潮目の変化になると見ればいいんでしょうかそこあたりを教えてほしいんですか私はあのこれはもうサイクルで見る必要があって、うん、もう関与が深まったり高まったりの、うん、この波の中の、うん、まあだから潮目ってそれで大きく変わるってもう変わんない話じゃなくて行ったり来たりしてるところの中では引く方向には動いてるけども、うん、それはもうすでに実はイラク戦争が終わったと、うん、オバマが出てきた時点でそうだったんですよね、うん、オバマが打ち出してるのは不必要な関与はしないということ、うん、ただ将来に必要な場所っていうのを優先的にするとそこはどこかってアジアだとだからアジアリバランスなんだと、うん、そういうことなのでやっぱりあのアメリカ自体は実はヘンリー・キシンジャーという人が外交という本で書いてましてねそのキシンジャーって最近オバマに会ってんですけどあオバマじゃなくてトランプに会ってんですけどトランプにオバマがよほど好きですねいやあのトランプに会ってんですけどあの結局キシンジャーはヨーロッパもともとドイツから亡命してきた人であってあのアメリカ外から見てるわけですよつまりアメリカってのはずっと関与したがんない国でずっとなるべくあのアメリカにこもりたいとところがあの
結局引きずり込まれちゃうんですよ、よそのパワーバランスに。なるべく引きずり込まれたくないと思いつつやっぱり関与してしまう。なぜかというとそれはそういう国だから、まあ、ヨーロッパから移民も来てるし、あるいはアジアからもいっぱい来てるし、あとこの世の中になって、今の世の中になってしまえばもうその国際的には相互依存関係であって、アメリカファーストって要するにアメリカが一番豊かになりたいわけでしょ。それが他の国と関与しなければ豊かになんかなれませんよね。ということでその引きこもっても限度はあると。そのただ方向としてはどっちかというと減らしたいなという気分ぐらい でそんなのはベトナム戦争の後にもあったわけで、ということで、はい、まあ、そういうふうに考えればいいと思います。神谷さん、ちょっと時間がなくなってたけど、ちょっと一言簡単に申しますとね、はい、今本当はですね、アメリカの世界への関与がやっぱり減ったら困る時期なんですね、うん、つまりですね、中国の台頭と、まあ、台頭はいいんですけど、その自己主張がむちゃくちゃ強くなってるっていうところで、最近よく言われますですよね、ルールを基盤としたこれまでの世界秩序というものがちょっと怪しいんじゃないかという声が出ていると。でルールを基盤とした世界秩序っていうのは、そのアメリカ中心に戦後ずっと作ってきた、それで日本やヨーロッパが支えてきたやつでですね、他にはリベラルで自由で開かれたっていうのは特徴を持ってるわけですが、我々はアメリカだけじゃなくて日本もヨーロッパもですね、この秩序を続けたい、そのためにはですね、やっぱり中国にあんまり無茶をさせないことが必要で、そのためにはやっぱりアメリカがその力を国際的にも発揮してくれることがどうしても必要であるという、それを日本やヨーロッパやその他の国々が支えるという構図をしっかりさせていかなきゃいけない。この時にですね、トランプみたいな人が出てきて、なんかアメリカはもう自分のことを考える普通の国になれみたいなことを言うのはですね、あんまり都合のいいことはないということは全く確かで、ただまあ渡辺さんが指摘されたようにですね、サイクルっていうことがあって、今のそういう話っていうのはそのアメリカ衰退論のね、リーマンショック以降の延長にあるわけですが、アメリカ衰退論っていうのも記憶に新しいことですけども、全然今度初めてじゃないと。冷戦が終わる頃にもありましたと。ポール・ケネディの大国の攻防なんていう本が、こんな分厚い本なのに日本でもベストセラーになりましたと。その前はベトナム戦争の頃にですね、終わった後にですね、やっぱり衰退論がありましたと。この衰退論の時期に重なって ああいうトランプみたいな人は出てきてるんだというふうに冷静に見たいところですけども、ただ先ほどからの分析にあるようにですね、あんまり軽視もしてられない状況があるんじゃないかと思います。はい、そういう状況、問題意識を背景に最後のセッションで、じゃあ日米関係をどう考えるべきかということに話を発展させたいと思います。じゃあちょっと休憩入れます。私たちが政治家に白紙委員状を与えることができないというのはその通りだと思います。国民一人一人が自分の考えがあり、志があり、願いがあるわけです。まあ、代表民主制という制度がある限り、もちろん国民が直接政治家に代わって政治を行うことはできませんけれども、我々は政治家に、ある当然の期待を持ち、注文があり、その枠内で政治家が政治を行うことを要求していいことだと思うんですね。そういう意味では選挙民と政治家との間に永遠の緊張関係があってしかるべきだし、それが失われているのが今の日本の現状ではないかと思います。そんなことで、もちろん政治家は自分の所信を国民に率直に説明し、それに基づいて我々は政治家を選び、政党を選んでいくべきですけれども、そのコミュニケーションがうまくいってないと。国民をもっと考えさせ、国民にチャレンジし、自分の理想を国民に問うという姿勢を貫いてほしいというのが私の考えであり、願いでもあるということが言えると思います。はい、では日米関係について時間があまりないんですが、そこで議論したいと思います。まあ、的確に言うと、その今のアメリカの大統領選に見られる構造や大統領選結果というものが日米関係にどういうような影響をもたらすするのか、また私たちはその日米関係というものを今どういうふうに考えなきゃいけないのかということをちょっとお聞きしたいんですが、どうぞ、じゃあ中山さんから。
やっぱトランプ政権が仮に誕生するようなことになると、まあ、全く予測不可能ということになるんだろうと思います。まあ、今まで日本は大統領選挙でほとんど日本が話題になってないじゃないかということで文句を言ってましたけども、まあ、今回非常にこの日本が出てくるケースが多いですけども、まあ、必ずネガティブなコンテキストですよね。ですからやっぱりすごく気になりますけど、でもトランプ政権じゃなくても例えばクリントン政権でもですね、もちろんトランプとクリントン比較してるってのも変な話ですけど、まあ、例えば TPP なんかに関して言いますと、やっぱりもう多分議会通るのかなり難しくなってるんだろうと思うんですよね。ですからまあ先ほどの話じゃないですけども、まあ、トランプかトランプじゃないかということもありますけども、アメリカ自体が全体として引こうとしてるっていう雰囲気はあると、うん、ただまあ日本としてはそれにいちいちその過剰反応しないということも大切で、うん、やっぱり日本 の, その目指したいことで、そのためにどの国と一番一緒にやると合理的かっていうと、まあ、依然として日米同盟であって、うん、でトランプ政権、仮に誕生して4年続くとなると、うん、その期間内に何か同盟に変わるものを構築するとかってこれは無理なわけですよね、うん、ですからトランプ政権下においても、まあ、日米同盟堅持ということ以外に実質的にはオプションないと思うんですけども、ただそれを、うん、主張するのが難しい環境っていうのはどんどん出来上がっていくだろうなって感じがしますね。あれなんですか、ちょっと今の話聞いて分からなかったんだけど、トランプは日米同盟をやめたいと言ってるわけじゃないですよね、まあ、ただ乗りだっていう、ただ乗りとお金の問題を言ってるだけですよね、まあ、彼はそのビジネスマンですから、うん、どういうその利益を生み出してるのかって、うん、で同盟っていうこの制度自体がいわゆるその短期的な利益を生み出すものではないわけですよね、うん、ただトランプのこれまでのキャリアの中で、うん、同盟みたいなこの秩序維持とか、うん、まあ、言ってみればその公共財のこの提供とか、うん、そういうことに対するこの発想っていうのがないんで、うん、日本はただ乗りしてると、うん、アメリカは何もそこから利益を得てないじゃないかという議論になっていくわけですけども、うん、まあ、誰かが彼にそれは言わなきゃいけないんですけども、うん、今の段階でそれを、まあ、仮に日本政府関係者なんか言うと、うん、はい、逆にそれを取られてなんかやられちゃうかもしれないんで、まあ今のところはちょっと静かにしてるっていうことなんだろうと、ね、うん、渡辺さんどうですか。最近アメリカ人の共和党の長い共和党のキャリアの長いベテラン、ロビストに言われましたけど、日本はトランプに絶対に反論とか反対とか言葉言うなと、言えば言ったで帰ってきてそれで設定されちゃうからと、だからほっとけと、正しいんじゃないですかね。で、うん、それよりもトランプになろうが誰になろうが、アメリカのシステムってのはポリティカルアポインティーで官僚が入ってきますから、トランプ素人全部埋めるわけいかないので、プロが入ってきますから共和党の、うん、だからあんまりそんなのは心配しないで、本当に心配すべきは中山さん言ったようにアメリカ国民が内向きの有権者がなってるから、うんうん、そこに対してじゃあ日本はどういう対応というか、だから日本は自力で一体アジアの環境のためにどのぐらい何ができるのかと、うん、アメリカと一緒にじゃあ何ができるのかって、で現にその積極的平和主義で安倍政権が打ち出すことは実はタイムリーなんですよ、集団的自衛権行使も、そういうことを考えればいいんじゃないですかね。神谷さんどうでしょう。今中山さんが、ね、さっきおっしゃったように、まあ、冷静合理的に考えると何政権が来てもですね、アメリカにとっては日米同盟は重要に決まってるわけです。というのはさっき私が言いましたようにね、今その自由で開かれたルール基盤の秩序っていうのが中国の自己主張の強まりの前にうっかりすると揺らぐんじゃないかと言われている。しかしアメリカはそれを守りたい、特にアジアで守りたい。でアジアっていうのはアメリカの経済にとっても安全保障にとっても重要だと。でもアメリカ単独ではできないとすると、やっぱり一番有力な自分の味方の国っていうのは日本ですから、もう日本を大事にするしかないはずなんですが、ここからが問題で、もう今渡辺さん中山さんのお話にも出てきたようにですね、トランプっていうのはいろんなことは分かってないと。それからトランプ、私も申しましたようにトランプを支持している人たちっていうのがですね、やっぱりそのあんまり教育も高くないし、それから都会というかそのニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルスとかサンフランシスコに住んでる人ではない田舎のアメリカ人で、外国のことをあんまり関心もなければ詳しくもない。そうするとその実はそういう人たちって日本のことなんてほとんど考えずに毎日送ってるわけですよ。日本から見るとどんな人でもアメリカっていうのは大事だと思ってるわけですけど、アメリカの普通の人にとって日本っていうのはなんか大事らしいけど遠い国なわけでしてね、そういう人たちが一体日本は大事だと思い続けてくれるかどうかで、実は難しいのはですね、トランプがそのただ乗りっていうことをですね、随分久しぶりに聞いた言葉ですけども言い出したと。
で本当は忠則っていうのは相当に嘘でですね、昔から日本は例えば基地を提供する、平時から外国に基地を置かせるなんて大変なことでですね、そういう形で義務を果たしている、あるいはそのホストネーションサポート、いわゆる思いやり予算を出している、これも普通じゃないことでですね、それでバランスが、アメリカは日本を守ってくれるかもしれないけど、バランスが取れていた、そこへ持ってきて最近 の、 その日本の新しい安全保障政策の中で、その集団的自衛権も限定的に行使するということでですね、同盟の形が普通に近づいて、ますますただ乗りなんていう話は出てこないはずなんですが、ただここからが難しくてですね、普通の同盟では集団的自衛権というのはお互い当たり前に行使して、いざという時は助け合うということを言っているので、日本の場合はそこが依然として限定的であってですね、その代わりに基地を出してます、お金を出してますって言っても、基地のことなんて普通のアメリカ人は知らない、それから金もトランプが言うようにですね、全部出してるわけじゃないじゃないかって言われると、もっともらしいわけですよ。そういうそのこうなんていうかな、トランプの無茶苦茶ではあるんだけれど印象に残る無茶苦茶な言葉にですね、の影響がですね、何政権が出てきても残ってしまうんじゃないかというのは私は心配ですね。ちょっとトランプさんの現象、言動というのは、テレビかなんかぐらいで見てるしかないんですが、基本的にまず自由貿易体制という問題に関してネガティブだと。でこの前ワシントン行ったり、さっきのブルーストークと話していたら、世論調査やってたら、やっぱりトランプの支持者の 67% が自由貿易協定に反対だと、7割近く。それでだけどヒラリー・クリントンの支持者の6割は賛成してるので、だからそのあっちはなんで反対にしたのかとか、一時期揺れてたんですが、ただ日米関係を見ると、まずその自由貿易っていう TPP も含めてやったっていうことがどうなっていくのか、本当に同じ考え方なのか、それがやっぱり基地の問題で、その言ってるのはただ乗りってお金を出せと言ってるわけですよね。あそこまで明確に言ってるって話になってくると、それを多分曖昧になるのかよくわからないんですが、この問題が一つ残ってしまうような感じなんですが、ここあたりから見て、そのやっぱり変化っていうのは全くないんでしょうか。やっぱりあり得るんじゃないかって思うんですが、永山さんどうですか。いや、同盟についてはちょっとまだよく分かんないですよね。その選挙キャンペーンの言葉としていろいろ言ってるんで、実際にこのトランプ政権が発足したら、それこそ渡辺さんが今おっしゃられたように、政府の高官をきちんとしたこのプロで埋めていかなきゃいけないですし、それからある種このやっぱり軍の間 の、 この継続性というか、制度的にきちんとこの今同盟がもう整備されているので、それをこのトランプの前、いわば個人的な思い込みでどこまで変えられるかということは分からないと思うんですけども、 TPP に関しては、自由貿易に関してはやっぱり相当大きな変化があって、でこれまでは共和党のなんとなく3分の2と民主党の3分の1ぐらいでなんか議会を通したようなところがあるわけですけど、共和党の中でもダメになって、で民主党の中でも特に左派、クリントンを支持している人たちなんかはある程度支持しているのかもしれないですけど も、 もう左派の間では、前からダメでしたけども、そのダメだっていう感情がさらに強くなってるわけですよね。そこでブレーキかかるんですかね。厳しい。ただこの TPP っていうのは単にこの経済的なディールとしてだけじゃないんだ、じゃなくて、やっぱりこの地域の秩序を日米、先進的な地域 の、 その経済的なルールを日米で一緒に作っていくっていう意味合いがあったわけですよね。でそこから仮にアメリカが降りるっていうことになると、確かにアメリカはもうアジアに関与せざるを得ないわけですけども、その本気なんですかっていうような疑念が当然この地域の国々から出てきますし、中国なんかはそこをついて揺さぶりをかけてくるのかなっていう気がしますよね。渡辺さんと神谷さんにちょっと同じ質問なのかもしれないですけど、僕たちが結構驚いているのは、その日米同盟っていうのが単純に日本を守って、守るっていうこともあるんだけど、それだけに関わらずですね、やはり一緒にいろんな形をやって平和、少なくともアジアの平和秩序という問題の一つの構造ですから、それをやっぱり作ってきたし、さらにそれを拡大すると、非常に大きな世界的な大きな視野を持っている展開だと思うんだけど、それがただただ乗りというか議論ということが支持を得るということになると、日米同盟に対するアメリカの理解というのが本当に限定された理解で、人たちの理解にこの戦後70年の間しかなかったのかと、
でそれがやっぱり非常にちょっと驚いているところなんですね。それぐらいの認識だったのかと思うんですが、であれば今後の日米関係というのはもっとちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかっていう、逆にちょっと思ってるんですが、どうでしょう。日本なんてワンオブ全部だってことはやっぱ分かんないとダメで、それはもう日本の思い込みなんで、それは当たりますが、アメリカ大国であって日本以外といろんな国でやってるんであって、で逆に言えばそこが日本にとっても救いで、別に日本に対してだけ言ってるわけじゃないですよ。トランプは安保忠則はもう NATO も全部ヨーロッパもやれ、ちゃん持つ負担させろと、それから韓国に対してもそうであって、ただ日本だけがなんか反論しちゃったわけですよ。他の国はね、ホストネーションサポートなんてしてないんですよ実は、うん、日本は一番出してるんで出してますって言ったらもっと出せって言っただけであって、だから言っただけのことしか返ってこないという話であって、だじゃあ他の国はどうかって言ってないから気にしてないだけであって、本当だったらフェアに見れば他の国なんてもっと出してないんだからもっと出せって言われるはずなんだけど、こんなことはトランプは考えてない、子供の喧嘩と一緒に言ったやつに返してくるだけなんで、だから言うなって言ってるんですね、トランプ。神谷さんどうですか、そういうレベルなんですか。ですね、まあ、大筋おっしゃったことには同感なところがありますね。やっぱりその日本から見るとアメリカっていうのはともかくですね、いつも忘れることができない相手でですね、大きいし、ところがアメリカから見るとですね、そんなに重要、重要なんですけれども、いつも意識している相手ではないんですね。でやっぱりアメリカはなんだかんだ言ってですね、ヨーロッパの方に向ける目の方が多いです、大きいですから、ヨーロッパの国に比べるとですね、アジアっていうのはですね、目を向ける度合いが低いし、その中で日本っていうのはワンオブゼムだというようなところがあるっていうのは一つです。ですからですね、日米同盟は大変に強化されました。一時怪しかったのをですね、安倍政権になってから随分立て直しましてですね、で今非常にいい状態にあるんですけれども、その日米同盟っていうのは一体どういうことでいい状態にあるのかとか、代表がおっしゃったですね、どういう役に立っているのか、その単に日本を守るじゃなくてっていうようなことについてですね、分かってる人はその知的な人とかですね、あるいはワシントンにいる政策に通じている人の間でもごく少数に限られているっていうことがあるんで、トランプの暴言みたいなものがですね、変な影響を持つ可能性がゼロではないわけですね。もう一つはですね、なんていうんですかね、トランプのですね、世界の見方ってなんだか全般に古いんですよね。彼がやっぱり売り出してきたですね、80年代とか90年代の初頭ぐらいの世界の見方を引きずってるみたいなところがあって、日本についてもですね、なんか日本からの自動車輸入がアメリカ人の職を奪ったとか、随分我々には懐かしいですね経済摩擦華やかなりし頃の、まだバブルとかその直後ぐらいの頃のですね、イメージでものを見てるらしいと。実はただ乗りっていうのもその時の言葉でですね、その頃本当はただ乗りじゃなかったんだけど、やっぱりいざという時にアメリカを守ってくれないとは何事だとかですね、金だけ出してそれでいいというのかとか言うんで、ただ乗りと言われてたのイメージをまだ引きずっていて、そこへ持ってきて、その渡辺さんおっしゃったようにホストネーションサポート、日本はともかく非常によく出してる国なのに、そういうこともわからないから全部出してないじゃないか、これ全部出すとですね、アメリカ人の兵隊の給料まで出すということになりかねなくて、そうすると日本人がアメリカ人を傭兵にしてるみたいになるから良くないっていうんで出してない意味もあるのにですね、そういうことも分かってない、ただそういう意味がなかなか分かってない人の方がアメリカ人には多いということ、最後に今やもう日米同盟は日本を守るっていうことが主眼ではないかもしれないぐらいなんですね、そのまさに秩序維持とかですね、南シナ海だとかですね、東シナ海だとかも含めてですね、あるいはもっとビヨンドエイジアパシフィックって言いますけど、世界グローバルにですね、いろんな問題に日本がアメリカと手を携えて積極的平和主義の下で関わっていく、そういう装置になってるんだけど、こういうことがまたこういう変化が起こってるんだっていうことが分かってる人は非常に少ないということです。ちょっと時間がなくなっちゃったんだけど、確かに皆さんおっしゃってる通りでよく分かるんですね。でも逆に言えばそういうことを多くの日本の国民がね、分かり始めたわけですね。意外にアメリカって考えてないなとっていう状況になった時に、これまでその戦後のシステム仕組みの中でアメリカしか見てなかった多くの人たちが、ちょっとこれはそれだったらもうちょっと考えてみてもいいんじゃないかっていう声が日本の中で出てくるということもあってもおかしくないですよね。つまり日米同盟もしくは基本破らないというんだったら、もうディールで交渉してもいいわけですよね。日本と関係ないんだったらもういいですよとか、
だから真面目にその考えると、それが何かの形で日米関係における一つの、あの多面的な大きな議論をしていくっていうんだったらそれプラスですけど、それだったらいいよっていう議論にもならないよ、なりかねないような気もするんですけど、どうですか。あのそのアメリカにおいて日米同盟に対する理解が低いってお話ありましたけども、私は日本でも決して日米同盟に対する理解が十分かっていうと、じゃあそうじゃないと思うんですね。まあ、数年前に同盟の機能を全く分かってないあの方が日本の総理になられましたけども、あのやむを得ないから他にないでしょうっていう観点から、まあ世論調査で見ると圧倒的な支持なんですけども、どこまできちんと分かってあの支持してるかっていうのは結構危うい。で、依存度が大きいからこそアメリカに対するこの違和感とかちょっとした不信感みたいなものはやっぱり日本社会の底流にはあると思うんですよね。でそこにポンとトランプみたいな人が出てきてしまうと、どうなります。そういうこの不満みたいなのが場合によってはわーっとこの大きくなって、まあアメリカのことを批判するなんてめちゃくちゃ簡単になるわけですよ。ですから私はきちんと日本の側でも、なんで同盟が日本にとって必要なのか、で日本はこういうことを実現したくて、そのためにどの相手と組むのが一番いいのかということをきちんと言語化して、私は日本自身も同盟をやっぱ再選択していかなきゃいけないというプロセスを、再選択だから同盟の意味をですね、意義をきちんと把握した上で、まあそれはその再選択というのは別に何か具体的にこの同盟のその仕組み自体を変えるとかっていう話じゃないですけども、意識の上でなんで日本にとって日米同盟が重要かということを、まあ国民自身が再選択するというプロセスをやっぱりきちんとしておかなきゃいけないのかなと。でまあトランプ政権というのは別に永遠に続くわけ、まあ仮にそういうものがあるとすると別に永遠に続くわけじゃないですし、そのタイムスパンで同盟に変わるものを構築できるわけはないので、もうトランプを乗り切るっていう以外に発想はないと思うんですよね。ですから変にそのあの反トランプ感情でもて、あのをもてあそぶことはしないということが重要なんじゃないですかね。確かにあの日米関係を結構いろんな人たちがこういろんな生活感覚で語れるような状況が出てきましたよね。どうぞ。はい、あるよく日本知ってるアメリカ人とつい最近話して、トランプは旗やめるひでえなって言ってましたけどアメリカはですね、乗り切ったんですよ。これは だってそこは日本はちょっと揺れてるかもしれないけど、大きく見ると日本の 理性はそっちには動いてないっていうふうに見て、非常に彼らは冷静に対処したと。同じことでしょう。それそういうことをやって、いや夫婦関係だってそうですよね。相手が調子悪い時もあるし、自分が悪い時もあるし、ぐっと我慢してやっと今 の安定した夫婦生活があるわけですからって、自分のことですけどもどうですか。いや中山さんがおっしゃったことは大変大事でですね、なぜ日本はアメリカと同盟を組んでないといけないのかということをですね、自分でよく考えて、でやっぱり同盟は必要なんだと自分で納得するというですね、このプロセスがやっぱりもともと日米の同盟関係っていうのがね、占領が終わるときに選び取ったというよりは、まあ歴史の必然みたいにできてしまったっていうところがあるのでですね、今まで必ずしも十分にできてなかったかもしれない。でも今日本にとってはですね、もしも積極的という頭文字というか形容詞がつくとはいえ、平和主義っていうのを貫きたくて、要するに自分で何でもやる軍事大国にならないんであれば、やっぱりそのアメリカとがっちり組んでおかないと日本の安全が危ないとかですね、それから中国をはじめとする国の台頭、自己主張の強まりがあって、力のバランスが変わっている中で、アジア太平洋のそして世界の安全保障を守りですね、あるいは紛争をさえですね、秩序をそして守っていくと、そのルール基盤の秩序を守っていく、このためにもですね、結局日本だけがいくら力んでもダメで、やっぱりそういう秩序を支えてきた側の親分であるアメリカにこれからも頑張ってもらいつつ、しかしそういうやつには日本にもちゃんと配慮してもらうという、こういう関係を築いていくしかないんだということなどをですね、分かった上で、やっぱり日本にはそれしかないんだということをですね、なるべく多くの人が納得していくようにしなければいけないと。まあ、そのためには言論 NPO もそうですけど、我々言論人と言われるようなものの役割は非常に大きいんだと思いますね。確かに世界が大きく変化する中で、日本もいろんなことを考えるっていうか、見直すっていうだけではなくて、やっぱり冷静に考えるとか、その中で日本っていうものをどういうふうに生きていけばいいのかとか考えるっていう、まあ一つの大きなレッスンの場を提供しているのかもしれません。ただやっぱりこのアメリカの問題っていうのは日本にとって非常に大事な関係なので、今後もこういうこの議論はしなきゃいけないと思ってるんですね。ただ今日はオバマからトランプまで幅広くちょっとやりましたが、多分アメリカの選挙いつでしたっけ、11月でしたっけ、
またあのちょっとそれを見てまた議論したいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。